馬喰い団、密かに浅草へ。浅草へ馬を食べに行った。うなぎを食べに行ったとか、牛を食べに行ったという話だと、ふんふん、それで?と、ごく自然に合いの手が入るが、馬となると一瞬間が空く。馬を食べに?と聞き返されることになる。馬をと食べるの間が途切れる。馬を食べるのはなんとなく抵抗がある。牛や豚や鶏を食べるようなわけにはいかない。牛や豚には申し訳ないが、彼らの顔つきや体つきを見ていると、食べられて当然という気がする。馬はちょっと違う。我々が馬というと、まず思い浮かべるのは、競争用のサラブレッドである。あの長く鼻筋の通った顔には、高貴の面差しがあり、引き締まった胴、細く長い足には、高潔の気配がある。高貴と高潔を食べるわけにはいかない。牛や豚には申し訳ないが、馬は彼らよりはるかに利口そうな顔をしている。全国一斉家畜アチーブメントテストを実施すれば、馬は確実に上位を占めるに違いない。偏差値なんかもかなり高いに違いない。知的水準なんかも他の連中に比べて高いはずだ。目元なんかも涼しく、理髪霊理を感じさせる。理髪霊理を食べるわけにはいかない。そのいかないものを浅草へ行って食べてしまったのである。それも刺身で食べてしまったのだ。高潔と霊理を生の刺身で食べてしまったのである。本当に申し訳ないことをしたと今では反省している。しかしうまかったなぁと今でも舌なめずりしている。今回の馬喰い団一行の知的水準もかなり高かった。週刊朝日のブラックアングルおよび似顔絵塾塾長の山藤昌司画伯、その門下生の深津千鶴画伯、週刊朝日講師混合文でおなじみの池部大記者、本コラム担当の鈴木中記者という豪華オールスターキャストであった。オールスターは夕刻浅草に向かって出発した。はとバス風に言えば、浅草ナイトツアー馬喰いフルコースの夜というようなネーミングになると思う。目指すは明治38年創業の桜肉専門店中江である。入り口には紺地に桜の花びらのマークを染め抜いたのれんがかかり、玄関には法被姿の下足番のおじさんがいるという伝統と格式にあふれたお店である。20畳ほどの畳の入れ込みの座敷にデコラのテーブルが10卓ばかり。馬喰い団はそのうちの2卓ほどを占拠する。メニューを見ながら、とにもかくにもまず馬刺しだなと池部大記者が言い、タルタル風ユッケも行ってみようよと山藤画伯が言い、あとは桜鍋とささみ焼きと生姜巻きと桜肉ステーキあたりも行ってみようよと僕が言い、あたりも何も結局のところこの店の馬関係をすべて注文してしまっているのである。まず馬刺し1700円。馬刺しはデパートやスーパーなどでもたまに売っているが、赤黒いものが多い。この店のは色も鮮やかな赤い色をしており、その赤い肉の中にほんの少し白い油が網状に差し込んでいる。この油の分だけ普通の馬刺しより味わいが濃いようだ。馬肉の特徴は何と言ってもその柔らかさにある。筋張ったところや歯に引っかかるものが何もない。ただひたすら柔らかい。鶏のささみのようであり、
馬刺しの油のないところのようで、牛刺しの油のないところのようであり、マグロの赤身のようであり、クジラのようでもある。不思議なことに陸の香りがない。では海の香りかというと、これもない。生姜醤油で食べるのだが、ねっとりと柔らかく、味わっていると舌にまとわりついて、自分の舌か馬刺しの肉か時々わからなくなる。そして喉越しが何とも言えずに特に柔らかい。さっぱりしていて、牛刺しのようにだんだんしつこく感じられてきて嫌になるということがない。いくらでも食べられる。丼に山盛り一杯ぐらいは軽くいけそうな気がする。しかしいくらなんでも高血霊理の馬を生で丼一杯食うというのはいささか気が引ける。そこで鍋の方に移ることにする。鍋はロース、ヒレ、霜降りの3種類がある。それぞれ1300円、2000円、2500円。いずれも鮮やかな赤い肉で、馬肉といえば赤黒い肉という印象があったが、考えを改めなければならないようだ。鍋に入れる具は、しいたけ、豆腐、春菊、ネギ、白滝、麩といったもので、特に変わったものはない。これをすき焼き風のつゆで煮て食べる。すき焼き風のつゆにほんの少量味噌が入れてある。ロースには肉の縁に少し白い脂身がついている。この脂が実にさっぱりしている。牛の脂のようなしつこさが少しもない。クジラのベーコン風の硬さがあり、噛みしめるとじわっと脂のうまみが口の中に広がる。馬肉は結局のところこの鍋と馬刺しに尽きるようだ。他のタルタルや生姜巻きやささみ焼きは特に論評を加えるというほどのものではないようだ。馬食い団の一行に馬食いの印象を聞いてみた。池部記者、淡白。山藤画伯、柔らかいね。深津画伯、柔らかいですね。鈴木記者、さっぱりしている。要するにさっぱりして柔らかいということである。豪華オールスターキャストが総力を挙げての発言にしては少し物足りない気がしないでもないが、馬肉は印象の薄い肉であるということもまた事実である。それよりも馬肉には人々をしてその印象を薄くさせる何者かがあるような気がする。鍋物は元来座が盛り上がるものである。談論風発、家下大将という雰囲気になるのが普通だ。なのにこの日の鍋は少しも盛り上がらなかった。しめやかでさえあった。人類の長い間の盟友である馬を裏切っているという心理、裏切って食べているという罪悪感、それらが座をしめやかにしてしまったようなのだ。あんまり噛みしめちゃいかん、あんまり味わっちゃいかんという心理が、その味の印象を淡白にさせているのかもしれない。